後崎チャンネル。こんにちは。ジョ、なんかまたご報告が。ちょっと今日はあるらしい。はい。じゃあ、そうなんですよ。もうあれだよ。視聴者も。もうご報告って書いてもう騙されないよサムネでなんか食ったどうせ食ったなまたご報告みたいな。ちょっとくだらないとか言わないでください。前回のご報告もそんな全然くだらなくなかったじゃないですか。前回何だったっけ。アナウンサーやスポナビのランキングスポーツアナウンサー1位になりましたっていう。 で張り切ってスポナビとめっちゃ一緒に仕事してるよ。はい、だってご依頼いただくんですもん。あれなんか怪しいね。なんでそういうこと言うんですか。1位になってからお仕事いただいてるんです。なんか西武行ってたね。あ、行ってました。はい、なんかあのメトライフドームのウグイス状的なやつとか。そうですそうです。なんかすごいサムネで滑り台かなんか滑ってたやつ、はい、行ってたね、はい、もうじゃあ楽天を辞めて西武。違います、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃない。あれはあのできればまた来年以降も12球団回りたいねって言ってるんです、あの企画で。そうなの。はい、大丈夫。何ですか。楽天色消していかなくて大丈夫。いや、楽天は楽天で愛はいっぱい伝えますから。そうなの、はい、言われない。何ですか。俺もう袴田さんこれからすごい心配してんねんけど。はい、何ですか。批判されて一流になっていくのよ。はい、大丈夫、アンチからは大丈夫。でもあの何も書かれないよりは批判される方が、批判だけ来ちゃったら心やられますけど、なんか何も書かれないより良くないですか。楽天ファンやろうって言ってくれてるのが認識してるってことじゃないですか。俺と一緒に実況をやった清水久志さんは、はいはい、DM で来たらしいよ。ここでこんなの違うと思いますみたいな。へー、あの批判コメントが。でも全員が思ってなければいいです。 DM きついよ、はい、あの誰にも知られないで手紙と一緒だからね。はい。でも公に書かれるよりその方は優しいですよね。 DM で送ってくださるっていう。公で書かれた方が俺はいいけどね。本当ですか。うん、だって叩き潰せるやん。だって全員が知ってることになるから、はいはい、そしたらもう、うん、里崎派対そっち派の戦いになるからいいじゃんね。でもいいじゃないですか。私はだってこのチャンネルでも楽天のことだけじゃなくて、うん、12球団のことを一緒に話してるわけですから、12球団私は広げていきたいですよ。だからこれからもっと他の11球団勉強していかないと。はい、はい、そうですね、うん、はい、じゃあここで問題です。はい、愛斗の名字は何でしょう。西武の。もちろんだって西武行かれたんですもんね。あの、はい、アナウンスもされたんですもんね。はい、しました。で、あの滑り台も滑ってね、すごい楽しそうにされてましたもんね。愛斗選手の名字か、なんだっけな。源氏の名字は知ってますよね。赤見ないです。おー、はいはい、楽天だからね。で、愛斗の名字はわかりますかね。愛斗選手、うん、先生わかります。愛斗が名字じゃないっていうことはわかりますよね。わかる、それは知ってますよ。そのぐらいわかりますよ。もうこんなの適当に言っても当たんないじゃないですか。鈴木。え、だからもうそういうとこからだよね。そうですね、うん、だから愛斗は武田です。あ、武田さんって言うんですか、はい、へえ、ごめんなさい、本当にそれは知らなかった。パ・リーグ行くじゃん。はい、じゃあリチャードの。はい、砂川リチャード、うん、あるじゃないですか。え、砂川リチャードじゃないんですか。だけじゃないじゃないですか。ごめんなさい、砂川リチャードまでしか知らなかった。何ですか。いや、わかんない、俺も。いや、知らないんかいって。砂川リチャード・オブライエンです。オブライエン、はい、へえ、知らなかった。こういうところもやっぱだって銀次知ってるからね。そうですね、銀次の赤見内も結構知らない人多いと思うよ。あ、多いでしょうね、うん、はい、まあ一応楽天ファンですからね。だからこう12球団行くとしたらやっぱ12球団、はい、やっぱ知っていかなきゃいけない。まあそうですね、なんか全部のファンになるって言ったらそれはそれで、あのえってなると思うんで。なんないなんない、箱押しですっていう。じゃあ NPB 箱押しです。そう箱押しですっていう。そうですね、まあ、一番あの馴染みあるのはもちろん楽天ですよ、応援してますけど、うんうんうん、はい、箱押しですっていう、ね、あのこれ何の動画って、私のご報告動画なんですよ。だってご報告で8分いけないっていうから、はい、俺が頑張って。いやいや、わかんないじゃないですか、今から10分ぐらい喋るかもしれないですよ。じゃあなんで、なんか今日意地悪じゃないですか。ほんと今日意地悪ですよね。こっちは何ですか、何をがしたいんですか。しかもご報告があるって言ったら今度はまた結婚かとか聞かないんですか。え、この間結婚かとかベイビーかとかすごい言ってきたじゃないですか。いや、結婚でないのはもう知ってるんで。でもさ、結婚でもう、うん、いろいろ話もしてるじゃないですか、はい、結婚じゃないのは知ってるんで。ちょっと前々
前だったら、はい、おっと思いましたけど、はい、もう今は結婚じゃないのは知ってるんで、あ、そうですか、もういろいろ話して、はい、ちょっとそういう匂いが全くしないっていうことに最近やっと気づいたんで、はい、ちょっと前まではそこまで探り入れてなかったんで気づかなかったですけど、そうですね、結婚してもおかしくね、ないぐらいのまだ知らなかったですもんね、うん、色々と、そう、うん、あの匂いを知ったんで、はい、しないっていう、はい、しないの、そうですね、その通りです、はい結婚もしません、はい、いや今回はめちゃくちゃもう本当に心から嬉しいご報告です。卒業いやもう、もう俺から離れられてる、そうですね、それもあるかもしれないすごい意地悪ですもん、なんか今日頭から、じゃあ、はい、入学入学どこに入学ですか、ね、私大学入り直すみたいな受験合格しましたみたいな、違います、じゃあ、はい、楽天に入団球団職員皆さんこれ本当ご報告ないんじゃないかって勘違いしますからね、いや俺もご報告あるよ、あるんですか、うん、あの皆さん、私本当にご報告ありますから、ね、ちょっと待ってくださいね、いや俺も本当にご報告ある、言っていいの、いい、どうですか、いやでもやっぱ俺からじゃ、せっかくだって言い出したから、待って待って、この流れこの動画見てください、この流れもう今それを振ろうとしてきました、これを見てください、え、どれでしたっけ、ご報告あるっていうご報告ですよね、いや本当にあるんですよ、え、本当にあります、はい、あ、じゃあどうぞ、お先どうぞ、いやでも僕から言い出したいんで、袴田さんから言い出したんで、いや私はめちゃくちゃ今もう言いたいです、もう言っていいですか、いや俺も言いたいよ、言いたい人、はーい、あ、じゃあどうぞ言いますよ、もうだいぶ時間経ってますから、もうですか、もう言っちゃうんですか、すごい引っ張りたがるじゃないですか言わせてくださいよ、報告あの子もこれ途中で切ってる人いますよ、きっと報告ないんじゃないかと思って言いますよ、いいんですか、そんなこと言われるとすごいもったいぶりなくなるじゃないですか言いますよ、じゃあ言いますよ、この度私袴田彩絵結婚です、違いますえ、違うんですか、言いますよ、皆さん私袴田彩絵なんと水長剣何ですかそれ、え、何ですかそれ、北斗の剣の霊の必殺技です、なんと水長剣、ちょっと北斗の剣を存じ上げないんで分かんないんですよ、はい、LINE スタンプはめっちゃ北斗の剣使ってるんですけどアニメ見てないんですよ、見てないですか、はい、なんとって言えばやっぱ水長剣か、あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっともうあの言います、はい、言うんですか、言います、はい、私、なんとこの度ちょっと始球式が決まりました、今なんて言おうとしたんですか、なんて言おうとしたんですか今、また遮って、どう、面白くなかったえ、なんでもう、なんでなんだって、始球式が決まりました、おお、え、だずっと私もう始球式がしたいって言ってたじゃないですか、どこの草野球ですか、草野球じゃなくてちゃんとプロ野球の始球式、プロ野球の始球式、そうです、来たんです、オファーが、 LBB の LBB の始球式に、はい、袴田さんが、はい、この度、はい、わお、なかなかできないよ、いや細そうですよね始球式は、はい、え、ちなみに、はい、今年です、いつですか、10月はい10日、うん、日曜日、うん、なんとヤクルト大阪神戦です、イエーイ神宮で全く今まで縁もゆかりもなかったところから、はい、ちょっとオファーいただきまして、すごいじゃん、そうなんですよ、あのオファーって大体こうスポンサーさんとかからいただくじゃないですか、うんうんうん、なんと AK レーシングさんが、うん、オファーしてくださって、うん、始球式するんですよ、あのヤクルトのベンチが AK レーシングだったんですよね、そういうちょっとご縁もあって、うん、はい、え、じゃあその日 AK レーシングデーみたいな、 AK レーシングナイターっていう日曜日なんですよ、ナイターの試合 でしかも結構もしかしたら優勝を争ってるような時期かもしれない、確かに大事な10月10日っていう、うん、はい、あれちょっと待って、俺10月10日解説かな
え、神宮入ってることあります？おお、はい、10月10日、10月10日野球の仕事入ってます。お、どこ？日刊スポーツの評論です。これで神宮の解説とかね入ってたら面白い。でも俺多分 見ると思うよ、テレビでは。あ、そうなんですか。もし神宮じゃ、ヤクルト戦じゃなくても、はい、はい、いや、そうね、ちょっともう今からドキドキしてて。じゃあ、高松さん、はい、今からやらないこと、やらなきゃいけないこと一つあります、はい、重要な。もう一回、はい、さっさきチャンネル内の始球式、はい、いい始球式、悪い始球式をもう一回ちゃんと見た方がいいですよ。もう、まあ、見ますけど、見なくてもインプットされてます。されてます、はい、これ万が一、はい、それの悪いパターンやっちゃうと、はい、やってんのにってなるすからね。なんで私多分速攻なりますから、ね。いやいや、味わえなきゃ、せっかくなら味わえなきゃ。お客さん、多分まあ入ってると思うんで、味わいつつ、うん、お辞儀をして、うん、速攻なります。だってもういっぱいダメなこと聞いてるから。速攻なります。ちゃんと味わいますよ、もちろん。うん、だって念願ですから。ね。ね、誰が打席に入ってくれるか、誰がキャッチしてくれるか。すごいね。だってまあ楽天生命パークで、はい、楽天戦の始球式だったら、はい、まあまあまああるかと思うけど、はい、うん、神宮で。神宮でセ・リーグで、はい、ヤクルト対阪神戦、はい、しかも、はい、このクソ忙しい優勝争いのど真ん中、はい、注目度も集まる、うん、最高じゃん。めちゃくちゃ最高なんですよ。ねえ、ねえ、できるのちゃんと。いや、だからちょっと練習をしたいなと思って、うん、でも一人じゃちょっとサボるんで、佐藤さんになんかこう指導していただきたいなっていうのもちょっと思ってるんですけど。厳しいよ。それはもうそんな念願のその日のためならどんだけでも頑張りますよ。だってちゃんとできなきゃね、やっぱいいとこ見せたいじゃんね。はい、はい、でちょっとダイエットもしようかなと思ってて1ヶ月後なんで。どうせユニオンも着るから大丈夫っすよ。いや、そうなんですけど、うん、いや今ちょっと結構重たいんですから、体が。そうなんだ。だからちゃんと鍛え、痩せて鍛えて走らなきゃいけないで。いや、そうなんですよ。で、筋トレした方がいいですか？私届かないと思うんです、今だったら。いや、それはもう俺と猛練習に行ってた、耐えたら届く。本当ですか、うん、?1 日で変わります？全然変わる。いけますか、うん、で私ソフトボール投げて体力テストあったじゃないですか、うん、あれ本当にクラスでビリぐらい飛ばなかったんですよ。それはもう投げ方が悪いからね。はい、でも大丈夫大丈夫、練習すれば大丈夫ですか、うん、特訓特訓厳しいよ。頑張る、それは頑張ります。頑張る、本当に始球式のためなら頑張る。じゃあちょっと練習っすね。はい、でもすごいっすね、始球式。いや、でしょ、うん、もう私本当に飛び上がりましたもん、お話聞いた時、うん、なんか結構いろんなところのこう取材とかしていただくと、うん、何が知ってみたいですか、うんうんうん、これからとか聞かれるんですけど、うんうんうん、まあ、一番最近のこの直近の目標としては始球式をやってみたいですってどこでも言ってたんですよ、うん、早いね、しかも。そうなんです。普通来年よ。そうですね、今シーズン中に来たんですよ。それはすごいね。それはご報告だね。はい、いやね、結構本当にもう嬉しいのね。もう皆さんぜひ見に来てください。じゃああれだね、はい、これから特訓だね。そうですね、球場借りよう。お、借り、本格的にここでとかじゃなくて。18.44 ないよ、ここ。確かに、球場ボール壁にガーンですね。球場借りよう。はい、そうですね、うん、球場借りて。え、これ私結構モノマネとかたまにしてるじゃないですか、うん、モノマネせずにもう正統派で行った方がいいか、うん、それともなんかこうモノマネとかした方が面白いですか？でもヤクルトの選手じゃないとですよね、そうすると。まあそうだね。そうですよね。でも一番簡単なのは小川とかね。ああ、あの足の上げ方とかで。ああ、そうですね、うん、でも上がんのかって話だけど。いや、そのフォームを無理して飛ばないのも嫌だなと思うし、ちゃんとの方がいいんじゃない。あとね、分かってくれなかったら寂しいからね。そうですね、うん、分かんないで中途半端になるとかっこ悪いですよね。そう。あ、そしたらやっぱちゃんと綺麗に投げる。基本的にちゃんとやって投げてみて、ちゃんとできたら考えようか。あ、そうですね。ちゃんとやってできてもないのに変に言っても絶対できないじゃんね。そうですね、うん、じゃあそこは私がどのぐらい投げられるかをまず佐藤さんに見ていただいて、うんうん、そこから決めましょう。そうだね、フォームとか。じゃああれだね、はい、特訓だね。はい、お願いします。はい、厳しい。はい、じゃあ撮影だね。はい、そうですね、球場抑えて。はい、あと当日、10月10日の当日に、うん、AK レーシングさんのこうイベントブースっていうかスペースがあるらしいんですよ、うんうん、私、そこにお邪魔する可能性があるので。そうなの？そうなんです。へぇ、ぜひその10月10日見に来るよって方いたらちょっとそこ立ち寄っていただけたら。そうですね、はい、あとはちょっとテレビでね、見れない方はその始球式見てほしいですね。
ぜひぜひ、ね、ちゃんと届くか、うん、ちょっとね、どうなってんのか見極めてほしいね。誰だろうな、阪神のバッター誰だろうな。それ絶対近本だ。そうで、一番バッターですもんね。ね、楽しみに。私 も、 う、ね、もう本当ドキドキしてるんですから、ね、はい、じゃあ皆さんぜひ袴田さんの始球式ね、はい、どうなるのかお楽しみに、はい、頑張ろうと思います。